どんな入りしたっけ？え？どんな入りしたっけ？もう俺から入ったな。うん。お疲れ様です。お疲れ様です。第2回オフ会。はい。オフ会？オフ会っていうのもおかしいね。代表合宿館の。一回は堂々と。うん。何やった逆に送ろう。俺？最近 YouTube 更新できてへんやんか。え、まだもらえてる？走りからだから5日ぐらいだと。あ、そんなもんか。うん、4日ぐらい。けどもう編集とかはとっくに、5日ぐらいは何もしてへんやろ、この YouTube に関しては。この YouTube に関してはやってない。それは何してるの？だから、大勢のがないからマシンホールディングスの YouTube の動画作ったり、うん、こういう企画やりましょうとか提案したり。いや、マシンホールディングスとのやり取りがメインか。今、この期間そうだね。あとはなんかあのグリーンバード。おー、ほんまや、うん、グリーンバードかっこいいやつやったの、あれ。あれはかっこよかったね、コースターの。うん、なあれが、そう、ポップアップあったから、そこちょっと遊びに行ったりとか、おー、してたな。うん、工場に行くの？工場はなくなった。なくなった。あ、なくなったね。うん、あ、そうなの。うん、音信不通になったらしい。なんかあるあるだよね。あ、でも大体的にやってないか、その、なんか撮影とかしますみたいな、うん、あ、してないね、今してへんな、てかもうしようって言って一回もしてへんやんな。うん、いや、しようとしたんだけど、しようとした時は手が空きすぎてたから。あ、そう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 。で、おかげさまでいろんな仕事があるから、うん、今そんなに募集を積極的にやってない。しちゃっても手が回らんのか。そう、その、小倉はもともとこの、ちょうどもう YouTube 1年ちょいか。1年ちょいだね。そうやな、うん、今日あの新年明けたぐらいにやったもんな、2020年、うん、1年と2ヶ月かぐらいか、うん、そ, やそのやり始めた時にその撮影も編集も全部そこスタートやってんな、うん、それまでやったことが別になくて、なかった。で、まあ、そのこの YouTube でやっていく中で、まあ、関わりある人とかなんかあのシャドーボールとかな、うん、あとマシュマロでその冒頭のシーンとか、うん、そういうのをこう作ってるうちになんかちょくちょく依頼をもらうようになって、うん、で、俺の YouTube だけじゃ俺代表合宿期間の方が長いから、うん、その手を空くことがあるから、うん、じゃあなんかそういうのをこう依頼してもらって、うん、撮ったり編集したりってしていこうやって言ったタイミングぐらいから一気に忙しくなってるな。そう。で、そのうち決まってた、うん、俺の YouTube でもないものの一つが今音信不通になってる。むしろ唯一決まってたぐらいのやつじゃん。うん、面白いな、音信不通。九州行くぞって。ほんまやな。うん、叫んでたのにさ。まあでも今回このオフ期間で、結構撮るやんな。撮る。7、8本。7、8本撮るな。うん。でもなんか YouTube っていう企画のものというよりも、大勢が。あ、でもまあ YouTube っていう企画のものがあるから、今回ステップが3つぐらい。うん、まあ普通に撮るのと、普通の活動の中でやったものを撮ってるのと。うん。だからまあそんな YouTube を撮るために何々しようとかの企画はそんなないか。最近ないよな。ない。なくなったね。まあ結構がっつり練習することが増えたから。オフ期間にね。そう、前から、うん、この間のオフから、うん、まあけど合宿の中で結構そのまだあのスキル構築会やって、うん、今日も今やってきたばっかりけど4回目やねまだ、うん、で、3回目は、うん、この間あって土曜日に、うん、この間合宿終わって、うん、帰ってきて2日後かな、うん、だから前の合宿より前には2回しかやってへんねんけど、うん、2回か、2回しかやってへんけど、うん、最初意識してこうぎこちなかったものも、うん、やっぱスムーズにできるようになって、うん、で無意識にポンって出るようになってきて、うん、あ、それは代表の練習でも活かされてる。代表の練習というか代表あのいつも合宿の最後に試合すんねんけど、うん、その試合の中で完全に出たシーンとかもあるし、うん、で今日やった中でも、うん、やっぱり自然に出るようになってるから、うん、また3回4回とかで着実にじゃあスキル構築されてるね。そうやな、うん、ほんでそれで、ラブセンのアカウントあったよ、うん、あれも今日先サインしてきたよ、うん、でもう今日明日ぐらいからもうラブセンのアカウントではなくて、うん、あのそのスキル今あのスキル構築会で撮ってるのを、うん、その切り取ってスキル紹介とかの動画として、まあ、運用してんねんけど、うん、まあ、あれを完全にラグビーのスキル動画アカウントに移行していこうとしてて、そうやな、最初、うん、まあ、ああいうその動画出し出して、うん、まあ、ここに出しといて、うん、アカウント、うん、その動画出し出して、その時は、まあ、もったいないからそのスキル構築会のあの場だけで、うん、あれをなんていうかな持っとくのは、うん、だからもう見せちゃえばいいやんっていう感じやって、うん、でそっから、まあ、何かしら今後何かするっていう時の
ためにまあそのアカウントを運用してたら、うん、何かしらに繋ぎやすいよなっていう感覚やってんけど、うん、まあもう何に繋がるとかでもなくても、うん、あれだから1日で1200人ぐらいフォローされて、あーすごいね。そうで、もう鍵つけてんけど、うん、鍵つけたのはもうプレゼントのため、あの楽船の本の、うん、で今ももうだから2000、1週間で2000人ぐらい増えたな、うん、で2000人ぐらいのアカウントになって、ほんでだからもうあそこにめちゃくちゃ需要があるから、あるね、で求められてるしって思った時に、その環境格差をやっぱなくするやん、うん、俺らが中学高校の時ってもうそこだけが世界だったやん、うん、教えてもらってることだけが教えてもらえる技術やし、うん、コーチングされるものやし、うん、そのそれぞれの環境での世界で学んできたけど、うん、もう今はいろんな情報を手にできる中で、うん、まあけどな、良質な情報とか良質なこうコミュニティを形成していく上ではいろんな人が課金の制度を使ってるけど、うん、まあけどそのスキルとかの情報に関しては、うん、もう世に出た方がいいと思ってるから、うん、だから俺ステップとか何も欠かせへんし、だから今回のスキルのものももうどんどん世に出して、うん、そこだけの環境に縛られたそこの情報だけが絶対にならないように、うん、そういう環境のこう格差っていうのをなくしていくために使ったら、まあより価値が高いなと思ったから、別に自分の活動を何かにつなげるとかじゃなくて、うん、まあ、そういう風なアカウントにしたいなと思って、うん、で切り替えましょうっていう話をしとって、なるほど、まあでもそれってその環境格差なくすっていうところのなくなればいいなとはそれは思うし、うん、自分の活動のこう延長線上でこうそのためじゃ ないけど、やっているものが環境格差なくすものにつながったらいいけど、うん、そこにめちゃくちゃ自分がエネルギー注げるほどの情熱あるかって言ったら、うん、まあ今のところ別に分からへんから、うん、そんなあるのか、うん、だからどこまで続くのかも分からへんし、まあ、俺一人で確実にもうすぐ辞めるし、うん、だからまあ井上さんにも手伝ってもらったり、あとはこういろんな俺にも井上さんにもないスキルをこう体現できる人とか、うん、言語ができる人とかにこう依頼して出してもらうっていう形を取っていければいいなと思ってて、うん、受けたい人には無料で受け入れて、うん、で出してる人たちの中ではお金が回って、うん、まあ、そのお金どっから出てんのって言ったら、まあまあどうなっていくか分からへんけど、うん、まあそれに価値を感じて、そこそういう環境格差をなくすというか、うん、そういう良質な情報をこうラグビー界に、日本ラグビー界にこう出していくっていうことにこう情熱を持ってる人とかからのこう支援で成り立つんじゃないかなと思ってて、うん、いやめちゃくちゃいいよ。俺が小さい時なんてもうそもそもスーパープレーとかも知らないような時で、でも大学ぐらいになると YouTube とかあるからさ、海外のスーパープレーとかは目にするようにはなるけど、うん、それが英語だから分かんないし、あ、そうやな、うん、スーパープレーがあるのは分かるけどやり方は分かんないし、でもそれが今はね、日本語訳されたものが当事者によって噛み砕されたものがまたこっちに来るってなると、それは見るよな。あれだってなんで抜けてんのかとか、なんで抜かれたのかとかって分かれへんやん、みんな分かんない。でもあるからな、理由が、うん、でそれ分からへんかったら再現性ないわけやん。身体能力的にできないとかっていうのあるけど、抜けてる理由が身体能力じゃなかったりもするし、別に、うん、まあ、もっともう一つのスキルとってもやっぱ教えてもらうことってなかなかできひんの。だってラグビーって部活やん、日本の場合は、うん、教えてもらう部活の先生やし、うん、部活の先生が情報を仕入れるのには結構今後どうなっていくか分からんけど、これまでで言ったら、うん、まあ、結構難しい部分はあったやろうし、うん、まあ、教員やし、そのスペシャリストをお金出して呼んでこれるわけじゃないし、プロのチームじゃないから、うん、だからそこを持ってる人たちがどんどんこう出して、受け手側はもうそれをどんどん受け取れるようにして、出す側も出すだけの価値を出せるようにして、こっちが、うん、っていう形に持っていきたいなって今思ってるところかな。なるほど、昨日今日の話よね。そうそうそう、まあ、需要がする先ほど需要があることはもう分かってたけど、うん、あそこまで急に分かりやすく、うん、すぐに出るとは思ってなかったから、うん、なんでこのカメラ使ってるの？え？今思うから、この撮影にこのカメラ必要だってまだこれ絶対最近使ってへんから使っとかな、なんか元がまだ取れてないよこれ。これ買った分の、買った分の、頼むで、まだ回収できてないからしないと最近使ってへんからここで使っとかな、使って、ドローンまだ使ってへんし、持ってきてるもん。いやドローンは家に保管してる。やばい、いや関東では使うことあるの？関東ではもう依頼があればあの大倉にドローンを使う系の撮影の依頼がも
ある人依頼してください。ぜひ。ドローンはそう名刺だと思って買ったからこっちも。いや、やばいよそれ。最初だって5万言うことね。次10万言う。20万の方。20万。まあでもそれかな、一大こう。そうね、この期間で。でもやっぱな、普通にトップ選手喋ってても教えられたことのないものっていうのが今まで出した配信の中にもやっぱ結構あるみたいで。てか俺がそうやったから。うん、だからそんなんがどんどん出てきて、まあ、結果的に日本のラグビーのレベルが上がるのは誰にとってもハッピーやし、うん、自分の課題を知っててもその課題の解決の仕方を知らんかったり、うん、トリゴしか知らんかったり、あの選手がやってるあのスキルどうやってやるのかっていうのが分からへんかったり、うん、まあどこまで続くかやな、うん、アメリカ留学したいなと思って。留学？そんな感じで。はい、終わり。はい、よっしゃ。Thank you.